じゃあ、行きますね。はい、お願いします。はい、前歯の部分矯正治療、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。1ヶ月前ぐらいにね、終わって、で、ちょっと1ヶ月間、ちょっと過ごしていただいて、で、アンケートも書いていただいたんで、いくつか質問させてください。はい。はい、お名前を教えてください。内山です。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。22歳です。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。2ヶ月です。2ヶ月やってましたね。上をね、はい、でワイヤーでね、やってたんですよね。2ヶ月ぐらいね、はい。結構早く終わったんですよね。早く終わりました。で、前歯の部分矯正をね、こうしようかなとか、なんかやりたいなって思ったきっかけを教えてください。ずっと自分の顔の中で一番嫌な部分、コンプレックスで、うん、写真とか鏡とか見ても、うん、あ、嫌だなってずっと思ってて、うん、それでやろう。で、一番最初にそれ気になり始めたのっていつなんですか？中学生とか。小学校の時はあんまり気になってなくて、気にしてなくて、中学校なんか誰かに言われたとか、なんか自撮りする機会が増えたみたいな感じ。あー、なるほどなるほど。それで見返した時に、ね、友達と違うなみたいな感じで気になり始めて、あなたって気になるな。あー、なるほどなるほど。じゃあそこからはもうどういう感じだったの？写真ちょっと嫌だなみたいな。嫌だな、あんまり笑いたくないな。あー、なるほど。口閉じて笑う。あー、なるほど。そういうのがずっと続いて、でも中高は、うん、まあ、毎日学校だったし、うん、なかなか矯正を始める、うん、タイミングというか、相談とか行かれたりしたんですか？行ってないです。あ、もうお母さんに言ったりは？もうしてないです。いや、もう自分の中で収めてた。費用も結構かかる、うん、すごい気使うじゃん。いやいやいや、そんなしなかったんだから。しなかった。自分の中でも収めてたの？気になるな、みたいな感じで。あ、そうなんだ。で、じゃあ中高、高校卒業しましたと。で、大学、うん、もう普通に毎日学校だったので、うんうん、なかなか始めるきっかけがなくて、そうですよね。人目も気になる、してる期間、矯正してる期間に人目も気になるなと思ったら、うんうん、なかなか始められなくて、うん、で、コロナ禍になって、うんうんうん、マスクするようになって。なるほど、それで。みたいな感じです。それで調べ始めて。調べ始めて、お母さんにも言って。言って。そしたら。で、たまたま、うち見つけていただいて。そうです。なるほど。で、うちにいらっしゃる前に、こう、うち以外にこう何個か相談行かれたりしたんですか？はい。2個しかに行って、2個行った。はい。どちらとも全体矯正、うん、全体矯正、うん、上も下も矯正して、はい、期間もちょっと長め。うん、半年だと2、3年ぐらいしか2、3年くらい、うん、かかるよみたいに言われて、で、費用も結構100万くらいかかるって言われて、うんうん、一旦考えますって言って2個とも帰ってきて、で、あ、じゃあ2個目も行って同じような感じになって、もう1回持ち帰りますってなって、で、1回こう矯正熱は冷めたんですか？いや、もうず調べ2個行って調べて、なんか YouTube かなで、はい、誰かが部分矯正しましたみたいなのを見て、うん、あ、部分矯正っていうのがあるんだって思って、それまで知らなくて、知らなくて、なるほど、それで全体しかないと思ってて、うんうんうん、で、それで、うん、携帯で部分矯正、うん、東京みたいな感じで検索したら、うん、たまたま見つけていただいて、で、まあ、ちょっと問い合わせいただいて、で、実際いらしていただいたと。で、いろいろ話をしてやるみたいな流れになったと思うんですけど、はい、いらして、なんでうちは来ようと思っていただけたんですか？一番最初ですか？うん、見つけて、あ、すぐ行こうって。他のとこもはあまり見てない、うん、あ、見てなくて、また、まあ、とりあえず出てきたから行ってみようかな。LINE 相談っていうのがホームページにあって、なんか最初直接すぐ行って相談するより LINE だったらちょっと遠隔でねやりやすいかなと思って、 LINE いただいて写真撮って撮っていただいて、僕なんか返しました。そうです、動画で喋ってました。喋ってました。すいません。動画でこういう治療法がある、こういう治療法があるって言っていただいて、
で、じゃあ喋りやすそうだし、じゃあ行ってみようかなと思っていただけて、はい、で実際来て、そうで、いろいろ話をして、じゃあやろうかみたいな。で、じゃあもう実際いらしていただいて、うちでやろうと思ったら決めて出たんですか？実際来て、なんか嫌だったら嫌じゃないですか？そんな嫌じゃなかった？全然嫌じゃなかった。費用も、自分が思ってるより、あれ安かったんだ、払えるなって、なんとかできるなって思って、期間も自分の想像してたより短くて、なんか保証とかもすごいしっかりされてるなって思って、ここだったらちょっと安心できるかなって。なるほど、それで決めていただいた、はい、なるほど、ありがとうございます。で、実際にその思ってた期間よりも全然早く終わっちゃったけどね、はい、それは良かったですよね。で、実際スタートして終わったんですけど、やる前に不安だったことなんか覚えてます？絶対痛い、一番は痛い。なるほど、痛みね、はい、痛みと結構隙間が空いてたから。あ、最初ね、隙間が、ね、あってね、いらしたんですよね。で、本当に埋まるのかなって。あ、なるほど、あ、仕上がりね。そうです、仕上がりと痛みが不安だった。実際やってみてどうですか、痛みを。痛みは思ったより全然なくて。全然大丈夫。ご飯食べました？食べました、いっぱい食べれました。いや、痛みも、うん、初め違和感があったんですけど、痛いとかではなくて、うん、思ったほどじゃない、思ったほどじゃなくて。仕上がりはどうですか？満足して。ありがとうございます。満足してます、本当に。じゃあ矯正、分部矯正やる前とやった後で歯並びは隙間が最初あったけど、なくなったよ、うん、って感じですかね、はい。じゃあ前歯の分部矯正やる前とやった後で気持ちの変化、やる前に比べてこうだなとか、あの生活の変化とか、まあ、終わって1ヶ月ぐらい経ちますけれども、どうですか変化、やる前に比べて写真とか。でも全然違います。なんか全然や、友達と会った時も全然、なんか手で口隠して笑うこととかがなんか多かったんですけど、ほとんどそういう感じだったんですけど、なんか思いっきり笑えるなって気にせず感じで、すごい嬉しかったです。じゃあもう写真も口開けれそうですか？開けれそう、もう開けれました。友達からも良かったね、あ、本当に言われました。歯を気にするストレスがなくなったって感じ。なるほど、なるほど、ストレス減ったと。じゃあ、気持ちもちょっと晴れやかになった感じですかね、はい、前に比べたら、ね。じゃあ、前歯の部分矯正をやりたいんだけど、まだやってない人たち、あの、ちょっと前の自分を調べてる段階の方に、なんかメッセージというかアドバイスをお願いしたいんですけど。なんかすっごい不安、私も不安だったので、なんかきっかけがあれば、絶対すぐ始めれるなと思うんですけど、なんかすっごい不安があったとしても、まずは相談だけとか、ね、そういうのをやってみて、もういざやってしまえばもう終わった後、のことを考えると、絶対やった方が後悔しないと思います。全然違います、やる前と。違います、やった方が勇気を出して。なるほど、本当にやってよかったと思います。あ、もっと早くやっていればと。あ、そうです。もっともう、本当高校卒業後とかすぐやって、もう気づいた時にやってればよかったなって、すごい。なるほどね、そこはちょっと後悔してます。最初の部分を知らなかったからね。あ、そうです、ね、知らなかったので、じゃあ悩んでるぐらいだったらちょっと相談とかね、やってみてもいいんじゃないかと、はい、見た感じですか。はい、じゃあ最後に、あの前歯の部分矯正ね、上を2ヶ月間ぐらいね、こうワイヤーで動かしましたけれども、振り返ってみて前歯の部分矯正はやってよかったですか？やってよかったです。やってよかったですか？はい、わかりました。質問以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。